ちょっと待って、斉藤さん、あの黙祷の時間って大体どんな感じでしょうか。4時と言わせてくれますか。4時。はい、ちょっとそれで交渉します。はい、でその消防自動車何台も並べてピットに水入れるっていうのは、その、はい、消防自動車今ニュースで止まってるのはですね、真っ暗で道路の確認ができなくて引き返したからであります。で、今よく話してて分かったのは A1 型というですね、私どもが今まで想像したよりも巨大な消防自動車が4台来ています。で、道路にはまると1F に到達することが不可能になるという、そういうことなので、明日の朝早くから道路の下見をして、ひびが割れていたらば鉄板を引くなどして養生して何とか持ち込まなくちゃいけないという、そういう状況に来ていることが分かりました。で、先ほど来1F ともよく調整をしてるんですが、 1F さん鉄板引くとか角材置きとかは今ないですよね。全くないだろう。でしょう、うん、それはちょっと、そうだからこそ、だからこそトラブルになって、ええ、はい、2F に手伝ってもらう。 2F その余力ありますか。 2F さんどうですか。どうだい、ダメか。いや、それは無理だと思いますよ。鉄板作ったって、あのジブクレーンも、ごめんなさい、ユニックもなければ何もないんですから。角材かもしれない。人の手があったってダメですから、それは無理ですよ。はい、なんだ、その、巨大ってどのぐらい巨大なの。すいません、私も見たことありません。